ほいということで、ファイアーエムブレム無双、続きをね、やっていきましょう。まあ、なんとですね、まあ、ここからですね、まあ、前回はですね、まあ、仮面をしたマルスの正体が分かりまして、それの正体が、まあ、クロムの娘、ルキナっていうことが判明いたしました。まあ、ルキナさんは、大乱闘スマッシュブラザーズにも登場しているので、ご存知の方は多いと思われます。というわけで、次の章に行きましょう。で、なんか次の章ね、6章と9章なんか行けるみたいなんですけど、まあ、そこは正当通りに、白夜の王女から行ってみようと思います。まあ、白夜、暗夜っていうことは、ファイアーエムブレム、イフのキャラクターたちが登場するということでしょうか。まあ、6章から進んでいきましょう。6章、白夜の王女。二手に分かれた後、三教の荒野にたどり着いたシオンたち、敵に囲まれた少女を助けたことが大きな誤解を生んでしまうと。で、なんか出撃不可に、主人公の女性と、何だったっけ?クロムの妹の名前。何だったっけ?やばい、クロムの妹さんの名前、忘れてしまった。じゃあやっていきましょう。あれ?身支度しなくてええんか?あ、6章、白夜の王女。ストーリーが終わってから身支度するのかな?妹は別行動か。ペガサスに乗せてもらおうと思ってたのにな。あ、ティアもいないんか。ご存じないのですか?何?ペガサスは男性を嫌うので、乗せることは滅多にないのですよ。あ、そうなの?なんだって?それって俺はペガサスナイトにはなれないってことじゃん。そうなんだ。そうなりますね。ですが馬に乗り戦場を駆ける騎士でも良いではありませんか。まあそれでもそっちでもかっこいいよね。実は馬に乗るの苦手なんだよな。うん。苦手？それではペガサスに乗るなど最初から無理だったのでは。確かに。乗るための最大の障壁だぜ。って。白夜の王女って言ったら誰かな。どうしましょう。あ、さくらさん、さくらちゃん。あっ、お前大丈夫か。ありがとうございます。助けてくださったのですね。いや、今切られたかと思ったわ、さくらさんが。まだ敵がいるかもしれない。しばらく俺たちと一緒にいたらどうだ。はい、ありがとうございます。みんなさ、ファイアーエムブレムってさ、まあ、イフを買った人に聞くんだけど、白夜とアンヤどっち買った？あれは？あ、ヒノか。これも確か王者だったっけ？ああ。誤解だ。俺たちは助けただけで。聞く耳を持たないみたいだよ。今は戦って身を守るしかなさそうだね。あれマジか。お姉さん脳筋だったんか。さあ、勝利条件、ヒノカの撃破、および、天魔武者の、撃破、天魔武者っていうか、まあ、ペガサスナイトのことだね。はい、それを撃破していきたいと思います。あ、やべ。難易度ノーマルにしてしまったような。難易度ノーマルのままにしてしまったような。まあいいや。前回さ、ハードにしたんだけど、一回死んだからね。まあでも、ノーマルの方がいいのかもしれん。ぐだってしまうよりは。まあ、仮に死んでしまっても、まあ、なんとか、チェックポイントが NLC っていう形でなんとかなりましたが。あ、ルキナが今回から参戦するんか。これ、二人でダブルとかできるんじゃないかな。で、フレデリック、男性しかおらんやんけ。あ、そうか、ルキナは女性か。まあでも、ルキナさんはね、まあその、女性の割には、その、あんまこれ以上言うと、なんか、怒られそうだからやめとこう。じゃあどうしようかな。これどこの位置に移動できる。その点設違うな。指示設定とかこっから移動できない。あんた、待って、今回あれか、ちょっと剣が不利なやつが多いか。やって、剣の武器が不利の人たちが多い。剣の武器、剣持ちにとっては剣士には不利な人たちが多いな。こら、まずいかもな。大丈夫かな。まあでも、とりあえず、何お任せって。あ、お任せ。はい。プレイヤーからの指示が特にない時のユニットの行動を設定します。うん。お任せ。一括設定、なし、オフ。
攻撃中止。これ適当にお任せしてくれるわけではないのか。まあ戻ろう。よし、じゃあとりあえず戦闘開始。ちょっとぐだらしちゃってごめんね。さあ、なんだっけ、クラス紹介、村人、村や、町で暮らすごく普通の人々は武器を持たれて戦いに巻き込まれて自力では抜け出せないと。いや、かどわかしてはすいません。確かに見た目可愛いですけど、やめて、メイドユキはやめて。桜大官のため進軍開始って、斧持ちか。あ、いいのか、一応言うけど、君のあれだよ、君のあれだけど、いいんだ、親切に教えてくれるんだ、なんかありがとう。しょうがないな。あ、ルキナさんが近くにない？ルキナさんが近くにいればな。近くにルキナがいれば。な、龍脈？あ、なんかこんなところにサクラがいるんだが。あ、なるほど。こんなところにサクラがいる。この状況では応戦するしかないね。サクラという子は本拠地にいてもらおう。誤解されたままサクラを連れ去られないよ。本拠地もしっかり守る必要があるな。確かにそれは大切。味方本拠地の陥落、マジ。あ、早速いた、ペガサスナイト。どけ。あ、でも飛んでる人たちってこう危ない。あ、でも槍持ちだ。待って、結構龍脈はその砦にあるって。と、避けろ。これ危ない。結構いるね、結構いる、結構いるね。で、硬い。落ちろ、落ちれ。ちょ、避けろ。まあ、たとえ相性が不利だとしてもやっつけられればよろしい。よし、逃げろ。ここあれ回復しまくって、え、ちょ、大丈夫、え、倒れた。うー、ちょっと待って、味方本拠地の陥落にはちょっとできるだけ注意しとかないと。味方本拠地は大丈夫かな。よし、そろそろあと1体倒せたわ。よし、1体は倒せた。ちょ、もう1人は敵兵か。でー、え、そ、もう1人いたよね。あ、ルキナ、おい、ルキナどこ。お、いたいたいた、ルキナがいてる、こんなところに。ダブルやらないか、ルキナ。親子だしダブルはできるやろ。お、待て、お、待て。よし、ま、運命を変える。覚悟はいいな。よし、ナイス。本気で行くぞ。おらら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 。おらおら。よし、これで終わり。よし、外してない？かっけー。よし、あと2体だね。大丈夫？これ本拠地とかでは誰かに攻められてない？本拠地誰かに攻められてなきゃ。あ、なんかある。は？誰か侵入してるって。おい、待て、ふざけんな。ほん、侵入すんな。侵入してくんじゃねえ、くんなっつーの。どけ、くんな、くんな、侵入してくんな。これこういう時はフレデリックに任せた方がいいのかもしれないんだけどな。フレデリックとかにこういうのって、なんかフレデリックとかで一掃してみたいよね。一掃はとりあえずこれでなんとか一掃できればいいんだけど。まあ金か。おい、結構来てるね。ちょっと こいつできるだけ倒したい。よし、これで一掃してやれ。よし、ナイスと言いたいところだが、本当だよ。ちょ、できるだけ砦を破壊した方がいいのかな。そうだね、敵砦を破壊した方がいいかもしれない。敵砦で大丈夫かな。とりあえずその拠点兵長を、よし、本気で行こう。おら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 、とりあえず占領してやろう。これでいいのかな。
ちょっと待って。めちゃくちゃめった刺しするやん、一人を。かわいそすぎる。よし。これでまあ一人は。できるだけ敵軍を、阻止させた方が。さあ、砦はどこかな？よし。運命を変える。他の天魔者はどこに？お！必殺技からの必殺技、かっこいい。そして飛行機も回収。あれどこだ？ここにいるんじゃない？あー、騎兵長。ちょっと騎兵長。おい騎兵長邪魔だ。すいません、マイクの調子悪いな。思いっきり喋ってたんだけどな。あれ違うな、砦を。まずいまずい、怖いな。造園どこだ？ペガサス、くそ、どこだ？おいマジ、どこへ行くわ。え、500体撃退したって？ま、そんなこと、いた！お前か、日野か。決着をつけてやる。お前か、お姉様。天魔、ペガサスナイト、ん？日野か。よし、ここで、当たったか？当たってるか。一気に決めてやる。
あ、やべ。なんかこれクロムしか使ってねえ。てか、どこで、どこ行った、あいつ。ちょ、たまには違うキャラクター使ったわけと言ってから、全部これクロムでなんとかしようと。まずいまずい。R、本気で行かせてもらうな。これがね、覚醒モードになれば、ペガサスナイトであろうが勝てる。絶対勝つ。オラ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 、必殺の一撃。よし、これでちょっと回復して、回復、どんどんどん積んでやる。角に追い込んで、よし、必殺の一撃。ドーン、勝つぞ。よし、勝てるんじゃない、うまくいきゃ。よし、よし、とりあえずもう一つ必殺の一撃を食らしてやる。これで決まりだ。やべえな、さっきからマジこうだったら、ちょっと待って、急げ急げ、くそ、決着をつけてやる。このままちょっと待って、強い、これ気をつけないと。これ待って待って、まずいまずいまずい、ちょっと待って、時間はまだある。違う、お前じゃねえ。待って、ちょっと待って、こいつ体力高いぞ。体力お化けじゃん、体力お化けじゃん。どんだけ、どんだけ体力。え、あれ、う、負けたー、負けたオーマイガッド。父の仇を討つ。まあ父が死んだわけじゃないんだけど、あれはなんていうか、まあ父が戦った時は鳥が占領されて、本拠地が占領されて負けたってしまったんだけど、とりあえずミッションクリアだ。父の仇を撃てた。やったな、ルキナ。僕的には君が MVP だよ。うん、早がてすぎるよ。ま、とりあえず、めでたし、めでたしっていうことやな。めでたし、めでたし。あっ。あ。ルキナの勝利画面。初めて見るかも。この青い蝶は？この青い蝶は何？やったぜ。あ、てか、しかもハードモードだったんか。俺ちゃんとハードにしていたんだな。あー、でもクリアタイムが22分。結構ちょっとかかったね。まあでも撃破数が結構多くて、それでもゴールドは、まあ10万ぐらいか。道理でなんか難しいかと思ったらハードだったんか。あ、お前が MVP なんかい。まあでもそうだよね。本拠地をですね、本拠地を守ってくれたんだしさ。本拠地を守ってくれたんだから。待って、レベル16になったな。まあ、本拠地を守ってさ、まあ最終的には5回の貢献、5回を解くための貢献はできたんだし。まあでも僕的に MVP はルキナさんですね。父の仇を取った。こんなにも強くなれるとは思いませんでした。鉄の弓。結構もらうね。何これ？春祭り？ああ。あ、絆のレベルアップした。お前との絆は運命なんかよりもずっと強い。これが絆というものでしょうか。これは何かが来ましたわ。クロムのカーベルト、フレデリクの小石。何、フレデリクの小石って。よろしくお願いします。あ、てかクリア後のストーリーはないっぽい感じかな。まあでもサクラが使えるようになる、なったから、まあ得だわ。あ、ヒノカが仲間になった。あ、でもこのまま突き進んでいくのね。あ、今度は白夜の王子っていうのが出てくるのね。というわけで、まあ時間もいい感じなんで、ここら辺で終了しようと思います。どうしようかな。ちょっと、ハードが意外と、ちょっと、厳しかったな、意外と。このまま進んでいくとハードでもちょっと厳しくなるんじゃないかと、ちょっと不安にはなってくるが、
まあとりあえず大切なことが分かったわ。ハードモードでは砦の占領は大切だっていうことがよーく分かりました。まあでもなかなか手応えのあるモードだったと思いますね。どうしようかな。でもちょっと難易度下げた方がいいのかな。ちょっと時間的にも時間かかってるとした、まあ一生一本なんだけど、まあいや別にこんな調子でやっていても、ゲームっていうのはさ、俺の好きな通りにやっていけばいいもんなんだし。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録、ツイッター、フォローよろしくお願いいたします。それじゃあまたねー。